験したのに言う通りやったのにできねえと。同じ経験積んでやり直してください。これができないと嬉しくない、楽しくないってなっちゃうと、ギター自体がつまんなくなるんですよね。あ3年やりました。はい、皆さんおはようございます。春です。おはようございます。タカです。はい、タカさん、今日は何の話をしましょうか。今日はですね、自分が好きな曲、アーティスト、それをよくコピーした方が楽しいよって言うじゃないですか。うん、はいはい。だから自分もそうですね。やっぱ好きなアーティスト、うん、好きなジャンル、うん、それをコピーした方がやっぱり楽しい。うん、やるじゃないですか。はい。できません。できません、はい。って言うと、うん、できないやつは一回放置。うん、放置してみて、うん、で違うことをやってみて、うん、でまたいろいろ経験してみて、うん、そしたら帰ってきたらできるようになるよ。実践 してます、はい、できません。あ、今日の動画クレームね。お前の言ったようにやってんだけどできへんだよってクレームを言いに来たわけですね。完全に私を悪者扱いです。要約すると、まあ、好きな曲からやった方が楽しいよ、まあ、僕を含めていろんな方が言ってるかと思うんですよね。だからそれを実践してくれたと。だからタカさんだったら、まあ、世紀末とかさ、まあ、メタルとかですよね、はい、ラブバイツとかね、今日来てらっしゃるけど、ね、そういうメタル系難しいじゃないですか。難しいです。でも好きな曲からやった方がいいよってみんなが言うから好きな曲から取り組みました、はい、でもできないと、はい、で、 できない時の対処策はというと、もちろん練習するのは、ね、あるんだけど、一つの提案として一回ちょっと放置してみるのがいいよって、はい、でこれも僕を含めて他の方も、ね、同じことを言ってる方多いと思うんですよ。で、ふと気づいた時に戻ってきたらいつの間にか弾けるようになってることがあるから、こういうこともいいんじゃないって言うじゃないですか、はい、それを実践したのに言う通りやったのにできねえと。できねえ。どうしたらいいんだってことですね。うん、まあ心が折れそうになりますよね。一周してできない、はい、あ、じゃあもう一回二周しよう、うん、できない、うん、あ、これ俺もう一生できねえんじゃねえかって。もう俺こう心が折れそうなんだって。好きな曲やって心が折れそうな時どうしたらいいのってところでいいですか、じゃあ。そうですね、はい。まず、この好きな曲からやる理由としては、これはもうモチベーションが保ちやすいからなんですよね。好きな曲が今のあなたのレベルに合ってるかどうかではないわけです。タカさんが例えばレベルが今どうしましょうか、5としましょうか。レベル5のタカさんがレベル100のラブバイスの曲にいきなり挑みましたと、もう飽き明らかにさ、結果は見えてますよね。見えてますね。でも、やらないことには近づけないじゃないですか。はい、だし、じゃあ、その結果は見えてる。多分ね、倒されますよね。はい、なんで、ラブバイトは、こう、高い目標だなって分かってはいるんだけど、でもやっぱさ、ギター始めるときの目標とかが、例えば、ラブバイトとか、世紀末のこの曲とか、アルビンのこの曲とか、はい、あったらその曲弾きたくなりません？なります。なりますよね。なります。ラブバイトなんですね、タカさん。でもレベルがね、もう95も違うんですよ。まずこれからやりましょうって言って全然違うブルースの曲渡されたらやります？ちょっと困惑しますよね。ですよね、はい、うん、あ、それが師弟関係とかだったら別ですよ。師匠がいてるからやらなきゃいけないなとかさ、そういうことはあると思うんですけど、まあ多くの方がいつも言うように趣味でやってると思うので、好きな曲、この曲を弾けるようになりたくてっていうね、目標があって始めてるじゃないですか。はい。なので好きな曲をやるとモチベーションも上がるし、ギターを続ける理由にもなるから、好きな曲から取り組んだ方がいいよっていうのがその理由なんですね。好きな曲をからやった方がいいよ、やれよだけだとちょっとね、そこだけかいつまんで取られちゃうと誤解が起きるのかなと思うんですよ。まあその裏側の事情としてはそういう事情があるわけですよね、はい、で、何でしたっけ。やっぱあの自分がやりたい曲っていうのはレベルが、うん、ハードルが高すぎると、うん、そうなってきた時に、
本心は、うん、本心的にはこっちじゃないんだけど、うん、そこに近づくためにはちょっとレベルを落として、うん、まあその、うん、違うジャンルを一回試してみようかとか、うん、そういう方向で行った方がやっぱり、うん、経験上、仲間さんの経験上、うん、よかった、いいのかなって思ったこととか、うんうん、ジャンルを外れる、ジャンルはね、外す必要はないと思うんですよね、うん、だってラブバイス、世紀末、ハロウィン、好きですよね、はい、その中で、はい、多分弾けない部分、何回やっても弾けない、何ヶ月やっても弾けない部分あると思うんですけど、はい、例えばなんか A っていう曲の中で、うん、A の曲の中でここだったらちょっと頑張れば弾けそうっていう部分ないですか？あー、はい、それやればいいです。なんでそのできないところを目指すんですか？あ、なるほど。もちろんそれは最終的にやればいいと思うんですよ。でもその今ある曲、違う、興味のある曲か、はい、興味を持てる曲で、うん、あ、ここだったらできるかなっていう部分をやってみる、うん、っていうのがモチベーションも保ちやすいし、自分のそのレベルに合ったところを強化していくことにつながるから、はい、それがいいと思うんですよ。で、僕ビーズに憧れてね、ギター始めて松本さんのフレーズとかね練習してましたけど、やっぱそのギター始めですぐ松本さんのレガートのああいう早弾きフレーズ弾けるかって言ったらやっぱ弾けないわけです。はい。うん、弾けないから、じゃあどうしたのかっていうと、その曲の中の弾けそうな部分、はい、簡単そうな部分ですね、パワーコードでできそうな部分とか、ソロじゃないんだけどメロディーを追ってるようなリードフレーズだったりとか、うん、そういう簡単なところですよね、うん、を着手していくってことを僕はやってます。まるまる一曲を完成させるわけではなかったというか、うん、その一曲ありますよね、うん、一曲あってここは弾けるけどここが弾けない、うん、でまあそのまるっと一曲全部をとりあえず、まあ、練習はするんだけれども、うん、まあ何回やってもまあできてな、うん、できないから、うん、そのできない部分は後回しにしといて、うん、違う曲に行って、うん、またその自分の今弾けるところをトトトッとやって、うん、っていう感じですか？そうそう、それです。だから1曲丸ごと弾きたいっていう目標を持ってる方が非常に多いんですよ。高橋さんもそうだと思うんですけど、うん、僕がギターを始めて1曲丸ごと弾けたのって何年後って感じですよ。それぐらい1曲弾き切るの難しいんですよ。経験してらっしゃるから分かると思うんですけどこの部分は弾けるけどギターそのここが弾けないとか、うん、そんなばっかだと思うんですね、初めのうちって特に、うん、やっぱりそのさっき言ったようにこのレベル100っていうのが必要なフレーズだったらもう100に行くしかないんですよ、自分が、はい。99の人が100を目指すのはなんかもう現実味があるじゃないですか、はい、レベル5の人が95のこの埋め合わせをするのってなかなか難しいですよね。でそのフレーズだけ練習してれば弾けるようになるかって多分そうじゃないと思うんですよ。はい、そうでした多分それを身につけるため、その曲フレーズを弾くためにはいろんな技術があって、あ、その技術が整ってきてたら初めてその曲が弾けれるようになる、はい、っていう感じだと思うんですよね、うんうん、なんか僕結構 RPG とかあのゲームに例えることが多いんですけど、なんかそのレベルも上げていくじゃないですか、だんだんちょっとずつちょっとずつ、はい、ね、900のボスに挑む前にちょっとドラクエとか僕詳しくないんだけどさ、スライムとかさ、はい、なんとかスライムとかいるわけですよね、はい、ああいうのを倒して経験値、はい、を積んで自分もレベルアップして、で武器とかもさ、はい、買うわけですね、あれね、剣とか盾とか鎧とか強化していくじゃないですか、はい、それがテクニックですよね、いわゆるギターでいうとこの経験値テクニックを積んでって、それがだんだん揃ってくるからこそそれがチャレンジできるみたいな、うんうん、っていう部分もあると思うので、それだけをやってれば上手くなるかってやっぱ違うという、うん、ですね、はい、うん、それだけ10年ぐらいやってたらできるかもしれないですけどね絶対つまんないですよねつまんないね動画の途中ですが、ギターライフをより楽しみたいっていうあなたにお知らせです。仲間と一緒に豊かなギターライフを作っていくオンラインサロンをやってます。皆さんの疑問にお答えするオンラインレッスンや24時間
問可能なプラットフォーム、あとは Zoom アプリを使った交流会などなど、ギターをより楽しむ場を作っています。ぜひ動画の概要欄からリンク辿っていただいてご参加ください。なので、その自分に合ったレベルの練習曲、練習課題を見つけるってすごく大事だと思う。やりたい曲やればいいんだけど、やっぱその間の過程でちょっとずつできる曲を増やしていく、できるテクニックを増やしていくっていうのかな、はい、でも大事なので、うん、目標は高く持ってていいんですよ。レベル100、この曲、好きな曲を絶対弾く。でもこれができないと嬉しくない、楽しくないってなっちゃうと、ギター自体がつまんなくなるんですよね。あずっと弾けないから、この先も俺弾けるようになるのかなって、そうです、ね、疑心暗鬼になってくると思うんですよ。でもそのフレーズには、フレーズはまだね、弾けないままかもしれないけど、じゃあギター自体見ると上手くなってないのかって言ったら違うじゃないですか、はい、そのちょっとずつのこのステップを実感していくと、ギターってめちゃくちゃ楽しいと思うんですよ。昨日より BPM1 早く弾けるようになったとか、あれなんかちょっとスムーズに動く気がするとか、はたから見たら、はい、何それ、そんだけっていうことでも僕は嬉しいですよ結構、はい、日々それの積み重ねで楽しい、うん、だから挫折することなく続けてられる感じですね。あ、そのためにいろいろ弾いて、できるところからこう弾いていくと楽しいじゃないですか。好きなバンドの曲だったら何弾けても楽しくないですか。あ、まあそうですね、うん、そう、ギターソロ弾きたいって目標があると思うんですけど、はい、ここ弾けなくてもなんかちょっとこっちができなかったら嬉しかったりするじゃないですか。あ、バッキングができる、ね、そうそう、あ、ちょっと合わせて弾けるとか、うん、そういう喜び、自己肯定感とも言うかもしれないですね。あ、はい、あ、俺ちょっと上手くなってるって、うん、すごく大事やっていうのはよく身に染みて分かってるんですけど、うん、なんかその場合は結局はレッスン来ていただいてるので課題もこなしてるから、はい、そういうところは弾けるようになってますよね。前読めなかった譜面も読めるようになってますよね、はい、でセッションでも一緒に行くようになったから、セッション行ってステージに立つようになってるから、もう去年から比べたら段違いにレベルアップしてると思うんですよ、はい、でも最当初弾きたいって言ってた、これはまだ弾けないかもしれないですけど、はい、でもそのできることが増えてるじゃないですか、はい、そこに喜びを感じたらいかがでしょうか。あこれは今この言葉を使っていいのかどうなのかわからないんですけど、なんかこう、なんですか、あ、でもできるところからやっていって、でそれで喜びを感じていく、で楽しいなと思えばどんどんやっていくと思うので、はい、うん、そういうやり方がいいと思います。で、最初に質問してくれた内容でもう一個あったのが、弾けない、練習して弾けなかったから一回放置するって練習方法ですよね、はい、でこれで一回放置したのにまだ弾けないっておっしゃってたじゃないですか、うん、はい、それはここのレベルが達してないからですよ。うん、うん、確かに放置してて、放置する間に脳みそがこの動きを整理してくれるとか、はい、っていうこともあるし、はい、そのフレーズを弾かないで違うフレーズを練習してる、さっき言ったできそうなところをやってみるってことですよね、はい、それをやってるうちにギターのレベル、経験値を積んでレベルアップして、ちょっと魔法が、ちっちゃい魔法を使えるようになったとかさ、はい、するから近づいたらいるはずなんですよ、はい、うん、だけどまだ足りない、ここの距離が開いてる、レベルが足らないだけなので、うん、そうなったらもう一回放置してもいいですよ、うんうん、でも3回も戻ってきてまだダメだと放置してもいいですよ。だんだん近づいているはずなんですよ絶対、うんうん、ギター自体上手くなってるはずなので、ちょっと放置したことによってちょっとこっちのね目的のものが弾いてなかったことによって弾けなくなってとかあるかもしれないですけど、はい、多分ちょっと練習したら元より元に戻るし、はい、元より上手くなってるはずなんですよ、はい、これ前よりちょっとスムーズに弾けるって思うはず、はい、だけど目的にはちょっと届かないっていう、うん、うん、完コピはまだできないっていう段階だから、そこをじゃあ経験積んでくださいって、あもう一回経験積んでやり直してくださいっていう、はい、まあ、こうやって言うと投げやりでもう一回やってくればいいじゃん聞こえるかもしれないけど、でも実際そうかなと思いますよ、うん、で実体験で言うと僕、ね、左手に切り替えてちょうど3年ぐらい経つじゃないですか、うん、で始めた当初に
練習した曲で、ガンズのノーベンバーレインっていう曲があって、そこのエンディングソロ大好きだから、その曲を練習してるんですけど、今ようやくいけるかいけないかぐらいまで来てるんですよ。だからここぐらいまで来てるんですよ今、はい、3年ですよ。3年間ずっとそれやったか、そうじゃないじゃん、やっぱり。はい、そうですね。いろいろ他のことも弾きつつ、他のこと弾いてるからちょっと忘れてる時期もあるじゃないですか。で、思い出して、おぉ、ノベンバーレインやってみようと思ってやって、はい、あ、ちょっとスムーズになってるかも。で、ちょっとやるんですよ。はい、でもやっぱできないんですよね。できないからもう一回ほっぴっと落ちて、違うことやるんですよ。その時楽しいやつをやるんですよね。あ、はい。で、また思い出したようにやるんですよ。あれ、前よりちょっと弾けるようになってる。でもまだできない。もう一回放置とか。それを3年間繰り返してきて、今ようやくこのあたり、あとこれだけってイメージ。はい。うん。もうちょっとしたらちょっと撮ってみようかなと思ってるんですけど、そういうところになってるから、3年やりました？半年ですね。ってことです。何倍ですか？ 6 倍やりましょうか。そうすると、この辺までいけるかもしれない。はい、ということで今回は、練習してもしてもできない曲はどうすればいいの、心が折れそうな時どうすればいいのってことですね。そうですね。でした、はい、なんで皆さんの解決方法などね、タカさんこうやったら心折れずにいけるよとか、皆さんなりのアドバイスなどあれば、タカさんにぜひコメントください。参考にさせていただきたいと思います。ということで終わります、はい、ではでは、またね。There's no need to go without looking back. Save them on the track. You know, decided to leave the show to say goodbye. No, no, no.